子宮内応体ホルモン放出システム、ミレーナ産婦人科領域において、ユストは子宮内に留置して、応体ホルモンを長期間にわたって放出し続けるように設計された製剤である。日本では処方箋薬品としての規制を受けており、日本では初めて子宮内避妊システムとして、レボノルゲストレルを主役とするミレーナが製造承認を取得し、 2007年より自由診療で用いられていた。同薬は2014年に肩月経及び月経困難症の適用が追加され、否認以外の適用には保険診療が適用されている。ユスは子宮内に装着することにより長期間否認効果を発揮する点では、子宮内否認器具と似ているように見える。しかし、IUD は医療機器であるのに対し、ユスは 医薬品である。ユスのミレーナは、レボノルゲストレル放出子宮内システムという、従来と異なる新しいタイプの否認法である。肩月経、月経困難症にも適用がある。ただし、肩月経の場合、気質性肩月経の患者では、原疾患の治療を優先することが必要とされる。否認肩月経、月経困難症。ありがとうございます。